アンディ・ルモワンヌはフランスのピアノ教師、音楽出版社、作曲家。ルモワンヌはパリに生まれた。彼は当時のパリで成功していたピアノ教師であるアントニー・レイハに支持した。ルモワンヌは1816年に父のアントワーヌ・マルセル・ルモワンヌの音楽出版業を継いだ。これは彼の父が1772年に起こした会社であり、 今日でもエディションズヘンリー・ルモインという社名で活動している。かつて、ルモアンヌは、初版作品の出版を手掛けていた。1844年に、ベルリオーズの著作、還元落法を世に出したのもルモアンヌである。彼は、フェルディナンド・カルデリと協力して、アドルフ・ダンハウザーが表したソルフェージュの教科書、ソルフェージアでソルフィッジスを出版し、 この本は現在まで版を重ねている。ルモアンヌは1850年に視力を失い、会社の経営を息子のアシルルモアンヌに譲った。ルモアンヌは作曲家として教育的作品を多数、作曲した。エチュード・インファンタインズなどがそれにあたり、膨大な数のピアノ曲集は、バガテルズやレクリー・シャンズ・ムシカレイスと題されている。一般的に彼の音楽作品が、 重要視されることはないながらも、彼の表したピアノ奏法や、家政学の教本にはいまだに学習者が大きな関心を寄せている。彼の、もっとおどいデーチュードでピアノは、今日でも使用されている。ありがとうございます。